ピックアップ声ボンヌ。はい、ということで、えー、今週、あのー、から始まりました。ピックアップ声ボンヌのコーナー。<laughs> まさかの今週からだった。そうそうそう、<laughs> っていうかね、さっき思いついた。<laughs> <laughs> はいということで今ねあのー、とてもあのー、キャラ声であのー、タイトルコールをして、えー、くれたのは「桜、えー、桜岡岡さんです、はい、声本」の方で「声本」でとしてねあのボイスブックのあの収録を頑張っていただいてるんですけれども、はい、先週の放送で実はベスト10に入ってたの知ってますあのアクセスランキンキグで しゅらない <laughs> <laughs> はいそういうことなんですねあの彼女はあの自由奔放にね <laughs> あの天真爛漫にねあの日々生きてるのであの全くあのこちらで案内したラインとか見てないっていうねあの<え> <laughs> ラジオでねあの聞いていただければわかるんですけどベストテンにねちゃんとあの桜川さんが朗読したあの作品があのランクイン実はしてたんですねありがとうございます、はい、で今月ねあのまあ今週ちょっと えー、特にピックアップしたい作品として先ほど収録を終えたばっかりのですよ今ですよね今ねもう、あのー、なにこれしゃべりたてほやほやってそうそうそうで櫻岡舞さんの方でねこれじゃあ作品の方紹介してもらおうと思うんですけれどもはいはい、なんていうタイトルですか、はい、黒猫というあの江戸川乱歩の短編小説なんですけれどもはいはい今ちょっとあの江戸川乱歩ってなんか非常に曖昧なお名前ですけどこれ日本人 え、日本人じゃないですよ。あの日本人は江戸川乱歩。はいはいはい。江戸川乱歩さん、皆さん、多分結構ご存知な方多いと思うんですけど。その名前の元って言って、なんですけど。江戸川乱歩さんはアメリカの人ですね。アメリカの小説家さんです。あ、それなに、江戸川乱歩と何か関係あるの?。江戸川乱歩が、江戸川乱歩、江戸川乱歩を。好きだった、尊敬してた、あ、そっから取った。 ということなんで。名前なんで。元の人です。ね、あ、そういうことね。すごい素敵です、ね。ということはもう、江戸川乱歩に影響を受けた人は、江戸川乱歩にも。影響を受けるはずっていう、はい。はず、はずですね。<laughs> 大元を桜岡さんが読んでしまったと。はい、読ませていただきました。これはすごいですね。もう、じゃあ、もう、あれじゃないですか。大元抑えちゃったから。 結局もう何をこれからエドガあのやってもエドガー・ランポの作品とかやっても全部、桜岡さんに許可取らないといけない,いなえ <laughs> そんな私、偉くなっちゃっていいんですかまあ大あを元抑えるってことそういうことですから <laughs> まあ結構、そういうほら桜岡さんといえばプライベートではゲームとかすごい好きじゃないですか。やります、ね、でゲームといえば、やっぱりそうやってこの王様取りというか<ー>なんかねこうやっぱり何かを取ることでこう勝利をするとかクリアすると多いと思うんですけども。 やっぱりこういう世界のこのボイスブックの世界でもやっぱりセンターを取ってしまったと。おろおろ。いうことになったんじゃないですかね。まあ、今後の声ボンヌさんたちが大変ですね。声ボンヌ大変です <laughs>。桜岡さんにね、あの一回ちょっと挨拶しに行かないといけないっていうね。待ってるよ。<laughs> そう、なぜかね、あの作品のね、先月もやっていただいたあの片山浩子さんっていうね、はい、非常に難しい。 あの作品をね、い,やったいきなりやって,いただいてえ。1か月で非常に滑舌も良くなってですね <laughs> あの、まあ、ちょっと私としてはびっくりしたんですけどもでも黒猫もそうですけどうん、うん、片山さんの作品もあのやっぱり昔の作品なんでそうだ、ん、ね、うん、言い回しがそうだね今使わないこんなことみたいなのが多くてうん、うん、そうだねでも桜岡さんの声ってまあさっきはねキャラ声でちょっとやってもらいましたけどあのちょっとほら今黒猫簡単にちょっと朗読してちょっと軽くしてみてもらっていいですか おーまあ、こ今ですか今,今,今、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 なうですよ。これ嘘ついて行きましょう。はい、どこがいいかな他の人の声だって、ね。<laughs> 本当に桜川さんの声だってことを証明するためにはちょっと軽く。じゃあ、180度違うところ行きます、はいはい。はい、お願いします。私は直近のポケットからペンナイフを取り出し、それを開き、そのかわいそうな動物の喉を掴むと、悠々とその眼下から片目をえぐり取った。はい、ありがとうございます。はい、非常にエグいし180度違う。<laughs> もう憎悪に満ちた。 ええ、あのう、ね、もうね人間性が出てるというかね私ですか<あの> <laughs> いやそれは分かりませんこれが役者のねあのー、お芝居の世界でもありますからね、うん、桜子さんはあの今ちなみに芸歴って何年ぐらいですか経歴芸歴芸歴まあ活動を始めてからまあ学生の時から出てたので、うん、それを含めると7とかですかね7ですかなるほどこんあのー いろいろね、あの桜岡さん、あの舞台にも出られたりとか。そうですね、あの声、声の世界だけではなくてね、うん、まあお芝居全般に、まあ関わっていらっしゃると思うんですけど。はい、1> ここ一二年で、なんかそういういろんな分野で言ったら、一番楽しかったなっていうのはありましたか。一番楽しかった、うん、あの新鮮だったっていうのもあるんで。はい,はいはい。去年、あの大衆演劇、演劇やらせてもらって,て。おーおー、大衆演劇って、どんな感じなんですか。あの、うん。顔白塗りにして。ほうほうほう。 っっぽいのがあったり大体江,江戸時代のお話が多いのでいつも毎日着物を自分で着付けて所、はい、作気合をつけながら、うん、話し方気をつけながらっていうお芝居を、うん、即興,即興ほぼ半分即興みたいななるほど即興か台本があるにはあるんですけどそこの座長さんが伝え聞いたものを私たちがさらに公演の前日の夜に聞いて「うん 次の日やるみたいな。な必殺仕事みたいな。すごいね。<laughs> 一日で毎日毎日台本を覚えるのって。できるんだって思います、うん。あ、そうか、まあ、え、一応台本、え、そ覚えるものはあるんだ。あの、その座長が口頭で言うんですよ。口頭、うん、で言うの、それメモするの。 をあのボイスメモを取ってボイスメモおお何かそこだけすごい最先端ね <laughs> <laughs> で一夜で覚えて次の日のお昼にはもう公演やってるみたいないやそれを日々あの1週間とか毎日毎日毎日、ね、毎日違うみたいなうわすごいね、えー、じゃあ,あの地方とかいろいろ行かれてたんですよね去年ねそうですねえっと、うん、愛知県と大阪と熊本へ、はい これなんかあれも本当に修行感が行もう修行でしたよすごい修行住み込みですしねえやっぱり成長できた感じはありますなんか自分の中でこう、まあ、あのお芝居一本漬けというかいやもう成長しかないですよ、うん、お芝居しかやってないですもん1ヶ 1> う1か月それ以外することもないですしでもともとはでも声優志望ですよね声優志望ですけどですけどまあいろいろいやお芝居 いや全般やりたかったそうですね高校の時演劇部だったんであなるほどだって一番最初にお芝居やったのも映像だったので、うん、あ映像だったのね一番最初の映像でしたなるほど,なるほどお芝居全般好きなのでなるほど何やっても楽しいです<ー> <laughs> じゃあ基本はやっぱり楽しむがもっとなんですねそうです楽しくなかったら多分続けてられてないですもんあなるほどじゃあ一番まあ去年で楽しかったのは大衆演劇がそうですね楽しかった、まあ、初体験というと初体験だしなるほど なんかあのー、最近そういえば日光江戸村も行きましたよねあ行きました行きましたそれも大衆演劇の経験がやっぱ生かされた部分はあるんですか所作とかはそうですねあそうなんだこれもまあ江戸村なんで江戸なんでうん、うん、そこでもまあその時あの新選組の私格好してたんですけどなんで女方ではないんですけどはい、はい、それでもやっぱり言葉遣いとかは。うん まあ、座長のを聞いていたんで。わり、ね、かし <laughs> あ,<ー>あ、勉強になってたなあ、みたいなのはありましたねああやっぱ別の現場に行くと、その経験が生きてるかどうかっていうのは、ね、そこで初めてわかるんだよね。<laughs> 確かにそ、かその時よりも、後で感謝するって、そういうことだよね。人がいなくなって、あ、あ、うん、こんなに自分進めてたんだっていうのはあ、ね。ああ、なんか、いい、いい話だね。<laughs> <laughs> いつまにか、ね、桜川さんっていうのはぜひ、まあ、インターネットであの見た目も調べていただきたいんですけど外見はね非常に華奢でね <laughs> あの本当にもうもやしって言ったら失礼なんですけどものすごくスリムなあの体型をされてるんですよ。運運動動しててますからうん運動されてね <laughs> そうなんですけどあの秘めたるねあのパワーっていうのはものすごいものがあるということですね。<laughs> ねもうだっていろんなお仕事してますよね。 あコミケでなんかいろんな手伝いしたりとかねー企業物産にお世話になってました。ったりとかも幅広くやっていてで趣,趣味とかは割とゲームが好きなんですかねゲームもそうですね、うん 一昨とぐらいから、またアプリ新しいの入れてやり出しましたし<ー>。<laughs> なんかよくわからないのが、アプリいろいろ入れてるっていう割には、最近までガラケーだったりとか。ね、あの、なんかアイポッドがメインだったりとか。アイポッドでしょう、アイポッドじゃなくてね。アイポッドですよ、皆さん。音楽,を音楽聞く、聞く、あのプレイヤーが、メインのデバイスだったっていうね。もう、なんか音楽の入れ方がわかんなくて、毎回ゼロからやり直してるんですけど。そう,そうですね <laughs>、うん。まあ、そういう時は、普通いろいろこう助けてくれるね、メンズたちがいたり、とかするはずなんですけどね。いいですね。 ねはいまあ、その辺はねあのー、桜岡さんのツイッターを追っていただければ <laughs> 何かがわかるかもしれないということで,かか、はい、でまあそういった感じで今後の活動のなんかこうプランというか,なんか桜岡さんの方でまあこういうちょっとねボイスブックも、まあ、ぜひ続けていただきたいなとは思ってるんですけどもうん、うん、桜岡さん的にはなんかこう,こういうものにも挑戦したいみたいなことあるんですか2019年特に。ここうううお芝居も好きなんですけどい朗読にちょっと お芝居よりかは近くなるのかな。あのナレーション。 はい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 ナレーションすごく私やってて楽しくて。ああ、でも企業 VP とか。やいましたよね。いはいはいはね。は、ね、いは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 いういは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 いうことを繰り返していは、うん、やはういは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 いとかはい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 ういは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 いいいここはい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 いいは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 うはい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 ははいは あの対応できん。ってすぐそうだなナレーションもナレーションだと、うん、テレビ系あの映像を見ながらナレーションも結構楽しいんですよおおなるほどあの何秒か何秒できっちり合わせるみたいな声優の技術を詰め込むじゃないですけどそういうなんかザ・声優みたいなお仕事感があるので映像を見ながらのナレーションもなるほど今なんかそう,そういうワークショップとかにも行ったりもしてるんですか ナレーションのは言ってないんですけど、お芝居のメソッド系の。へえ、皆さん、あの視聴者の皆さんに、視聴者じゃない、これ、リスナー。<laughs> リスナーさんに。ええー、リスナーの皆さんに、メソッドって何ですかと。メソッド。ええー。多分メソッドって言うと、<ー>なんかね、メゾネットとかね、あの。メソッドって意味的じゃなくて、なんかこういうことやってるとかがいいんですかね、ねなんかあの。うん。 即興演劇に近いですかねなんて言うんてううだろううお芝居のは何たるかっていうのをヨーロッパとかアメリカとかロシアとかでは普通にやられてることなんですけど、うんうん、なるほどじゃあメソッドという言葉が共通ワードになってるわけですか共通のキーワ,ー、ね、ワードとして共通になってるだけでうんうん、うん、それを今習得し,しもともとしているそれを磨いてる感じ習得したい習得したい <laughs> <laughs> あのお芝居をより良くするためにはどうすればいいかみたいなはい、はい、おおあ そうなんですねじゃあ桜川さん今お芝居のクオリティを上げることに今すごくマインド的にはなっている、ね、おーやっぱわかんないもんです <laughs> ん何考えてるかよくわかんなかったんですけど意外とお芝居に対してそんなに真剣に向き合ってたんです、ね、真剣ですよ <laughs> かなり真剣にい,いやいいじゃないですかそれをねそれを聞けてプロ意識というものを感じられるもんですから <laughs>、えー、やっぱりねあのー、このこう日本 まあないし、世界中に、ね、たくさんいる役者の方たちの中で、まずね、うん、その水準に合わせてからの勝負というね。ところまでまず行きたいですよね。にもう上に上にですよ。おお<ー>、<laughs> あ、じゃあ、最終的な目標ってのはあるんですか。いや、役者として死ぬことです。役者として死ぬ、かっこいいの、なんか、あれ大衆演劇って、なんか、そんなに染まっちゃったんじゃないの。<laughs> いや、これ元カレですよ。死ぬ時は役者でいたいです。はあ、そうですか。すごいですね。な,なんかもう声優って。うんうん 職業じゃないんですよもう生き方なんですよ仕事じゃなくてどう生きるかって考えて選んだんで、うん、お死ぬ時はもちろん役者だなっていうなるほど生き方ですな,いいなんかもうみんなボフィニアムラプソディに影響されてるんじゃないのこれナシタもしかして映画あごめんなさい見てないです見てないあ見てないですその,そのセリフが出るってことはもう本当に桜岡マイマインドなんだろうね。 それが高校の時からそんな感じでしたおすごいですね熱いものがありますねちなみに出身どこですか栃木ですよ栃木あのねなんかね桜岡さん僕長野県の出身のうな, <laughs> なぜかも長野は言われないな九州の方ってはよく聞かれるんですよ<ー>あの気が強いんであー気強いね確かにねあなたね <laughs>、うん、気が強いっていうまあ気なのか側がのか思、ね、いなのか<も>うん実際あの。 うん、両親九州の人なんで間違っちゃないんですけどきちんと血を受け継いでます、うん、あでもそれはね、あのー、まあ本当に気持ちが強いっていうことにもなってきますからね <laughs> やっぱりこういう、ね、あの活動してると気持ちがぶれてしまうこととかね、うん、なかなかこう、ね、やっぱり思い通りいかないとかいろいろあると思うんですね,そうですねやっぱりその中でいかにねマインドをこう保っていくかっていうのは非常に大事な部分はありますよね。はい、うん そうですかなるほどじゃあちょっとね今後とも桜岡さんの活躍をね<お>皆さんに誓っていただきたいので <laughs> ちょっとリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。をここから「はいまあ、声ボンヌ」今回また「黒猫」をやらせていただいたんですけれどもお芝居っていうくくりじゃなく本というくくりで私はこれをちゃんと聞いてもらいたくて読書離れっていうのを今の若い子たちすごいしてると思うので。 まあ、読むのは時間かかるだけど聞くのだったらいけるかもっていう人たちがこういうコンテンツに触れてってくれるといいなとすごく思ってますそこから何かを感じ取ってくれてまたなんか自分も芝居やってみたいっていう人がいたらなおのこと嬉しいんですけどまあそこまでいかなくても本に触れる第一歩としてこのコンテンツどうぞよろしくお願いしますはいありがとうございました <laughs> んかすごいいいことを言えあんまり聞いたことなかった 出たかな。もういや、人って、す、分かんないもんだな。桜川さんの、なんか、とても熱いメッセージをくれて。<laughs> 私はちょっとね、あのー、この声本を作ってよかったなとね、今のところ、ちょっと思ってます。<laughs> 今のところ、こ <laughs> 誰も見向きもしね、みたいなね。いや、でも、来てると思うんだよね。あの、みんな聞く読書って、ありだと思うんだよね。そうですね。最近増えてると思うんですけど。ね、増えてきてるよね。だって、そもそも、僕が本読んでこなかったから。 だからこれを思いついたっていうかオーディオブックを聞いて最初まあボイスブックっても言いますし、うん、オーディオブックっても言いますけど、うん、これを聞いてあの柔軟時間のねあの分厚い本がねあ<ー>あの耳から入ってきて勉強になったっていうのが <laughs> あのやっぱり一番のきっかけなのでそれから実際に今ね本読むのも割と得意になったんですよ本当に<お>そうやっぱりだからきっかけって大事だよねそうですね、うん、だから難しそうと思うよりもやっぱり読んだら得るものが多いので。 そ,はい、それをねやっぱり皆さんが魂吹き込んで、うん、あの読書しあの朗読してねそれを皆さんがあのまた聞いてリスナーの皆さんが聞いて、はい、それでこうどんどん広がっていけばいいなっていうね話になってます。はいはい、ということで桜岡さんありがとうございました。はい、ありがとうございますは